止まることのない強さへの渇望。ずっと強くなりたいです僕は、うん、今でもなんかそこはブレないです。さっきもぼやいてました、強くなりてーって。アンタッチャブル浦部晃也、その異名通り相手の攻撃を寄せつけない完全無欠のファイトスタイルで K1 2階級制覇を成し遂げた浦部。しかし2019年林健太とのタイトルマッチに敗れ王座陥落。引退の二文字が頭をよぎる中、どうしても捨てきれない思いがあった。まあ格闘技への情熱なんですけど、格闘技のことで頭の中いっぱいなんで、まだこれできるあれできると思っちゃって、だからまだまだやめられないなみたいな。すげえと思わせたいけど驚いてもらいたいみたいな、浦部こんな動きするんだみたいな、なんかこうみんなの想像を上行った時がもう快感っていうか。強さへの飽くなき探求、その先に見据えるものは。やっぱベルトって最強じゃないですか、最強の称号を手に入れてるってことなんで、やっぱ一つの形としてやっぱ残さなきゃいけないなっていうのは思いますね。王座返り咲きを目指して去年9月に迎えた1年2ヶ月ぶりの復帰戦では、若き格闘エリート篠原優斗に勝利。今年3月には一撃の爆発力を誇る蓮見光を相手にアンタッチャブルの本領発揮。パンチを触れさせずに完封してみせた。まあ合わせていかなきゃいけない、やっぱチャンピオンになるには。だんだん動きが戻ってきたって思わせたかったんですよね、ちょっと。だからフットワーク使ったりとか、まあ、ディフェンス中心にとか戦ってみたんですけど、次はやっぱり殺しの部分を見せなきゃいけないと思ってるんで、そういうところを見せたいなと思ってますね、はい。決意の浦部を待ち受ける男。ストーカーですかね、叶わない恋をしてる相手みたいな感じですかね。バッドガイ大沢文也。デビューして12年、キャリア47戦、卓越したボクシングスキルと研ぎ澄まされた戦術を駆使して試合を重ねる大沢が、ファイターの理想形として絶賛する浦部晃也。目もいいし、ディフェンス能力も長けてるし、前にも出れる、後ろにも下がれる、どんな局面からでも戦える、パーフェクト、本当何でもできるっていう、もう感想ですね、はい。クラッシュで初めて見た時から片思いですね。片思いしたことないんですけどね。熱い思いを注ぐ一方で、浦部からは、もともとポテンシャルはすごい高い選手だと思ってたんで、僕まあ、チャンピオンになれる器のあるファイターだと思ってたんで、まあ、生まれ持ったセンスの戦いのセンスとか当て感だったりとか、そういうもので戦ってるファイターかなとは思います。そこは伸びてるっていう感覚はあまり試合を見ていくとそんなにしないかなっていう、はい。まあ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 、僕のことは全くこれっぽっちも眼中にないんだなっていう感じが伝わりましたね。別に相手がね、どういう気持ちだろうが、僕は本当に目標にしてた選手なんで、戦えるだけで本当嬉しいんでね、はい。2人は若手時代に3度対戦し、1戦目は浦部が KO 勝利、2戦目は大沢が左フックで先制のダウンを奪うものの、クリンチの離れ際、レフェリーがブレイクした直後に放った浦部の右フックで大沢がダウン。このダメージが大きく試合続行不可能に、浦部の反則負けという裁定が下された。3戦目は浦部が2度のダウンを奪って貫禄勝ち、大沢は自力での勝利を成し遂げられていない。こんなこと
格闘家だから言っちゃいけないんですけど、最後戦った時は試合中に勝てねえって思ったんですよ。あ、もう無理だ無理だと思ったんで、もうぐちゃぐちゃにするしかないと思って、そしたらぐちゃぐちゃにもさせてもらえなくて、やべどうしようどうしようっていう感じで、はい。肉体に刻まれた男の強さ、あれから8年を経て今憧れを超える時。浦部晃也選手は何でもできるんで、いろんな出稽古でね、まあ、あのスピードある選手、テクニックある選手、パワーのある選手、ボクサー、 MMA ファイター、いろんな種類の選手やってますね、はい、僕の全てをかけて挑んで僕の全てをかけて勝ちます。なんかベテランって言ったらちょっと落ち着いたテクニック系になっちゃう試合を想像すると思うんですけど、僕はなんかそういうんじゃなくて、より残酷なところを見せなきゃいけないというか、何もさせないっていう残酷さもあるし、派手な KO っていう残酷さもあるし、まだまだチャレンジしなきゃやっぱこう止まっちゃうと思ってるんで、今回の試合もチャレンジですね、はい。スーパーファイト K1 ライト級浦部晃也 VS 大沢文也。